皆さんこんにちは。 YouTube で学ぶサンシャインカービングレッスンチャンネルです。今日はサンシャインスクール初級編のコスモスのお花を作りたいと思います。石鹸のロゴを切り取って表面をきれいにしていきます。表面が整ったら花芯用のリング、今回は2番目のリングをはめ込んで切り込みを入れていきます。コスモスの中心の花芯の部分を作ります。リングできれいに90度の切り込みが入っているので、ナイフを少し倒して斜め45度方向から角張ったところを面取りをしていきます。中心の花芯の部分とお花になる部分を滑らかに整えていきます。土台ができたら外側の花びらの大きさが均等になるようにクッキー型を使って軽く位置取りをします。この時深く押しすぎて傷つけないよう気をつけてラインを入れていきます。次に中心から外に向けて4等分の印をつけます。4等分の中をさらに3等分して全体を12等分します。12等分してコスモスの花びらを作っていきます。等分ができたら花びらの外側に丸みを入れていきます。先がつながらないように気をつけて線を入れていきます。全体に丸みがついたら花びらの先を V カットで切り込みを入れていきます。カットした花びらの大きさによって1個か2個の V カットをしてギザギザの花びらを作っていきます。全体のお花の形が出来上がったら花びらに対して水平にナイフを動かしながら周りを面取りをしていきます。花びらを切り取らないように注意して少しナイフを上下に動かしながら面取りをします。花びらの周りの面取りが終わったら花びらの横の部分の面取りをします。花びらが1枚ずつ浮き上がるようにします。最初にカットしたラインにナイフを少し寝せて削っていきます。1枚ずつがくっきり出来上がるように仕上げていきます。1枚ずつの花びらが出来上がったら花びらの中心に1本か2本のラインを入れていきます。浅い V カットで石鹸カスができないように気をつけながらカットしていきます。全体にバランスよく出来上がったら中心の部分に竹串で小さな穴を開けていきます。花粉が出てるような感じに仕上げていきます。これでコスモスの出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にも可愛い作品を作ってますのでどうぞ見てくださいね。